はいどうも、GoPro 実況チャンネルです。今日はですね、阪神高速6月3日から新料金体制ということで、朝看板見て何かなと思って、調べてみたんですけども、まず車種の体系が増えるみたいです。今は普通車、軽自動車2輪含む普通車と大型車、ナンバープレートが大きくなる方の大型車ですね、の2個分だったのが、軽自動車2輪、で普通車、で中型大型特大と、5つの区分に、分かれるようです。で、もう一つなんですけども、距離性、距離によって、値段が変わりますよと。ETC の場合その割引がもうちょっと大きいですよというようなことを書いてるんですけども、加減一番下の値段が300円になりますよと。ただし上限が今930円かな、930円っていうので阪神高速どこまででも行けていたんですが、1300円にまで上がるようです。おそらくどこまでの どの利用が多いか分かりませんけども、値段が上がる感じでなってられる方の方が多いんじゃないかなと思います。でこの ETC に対しての割引っていうことなんですけども、阪神高速、夜割も休日割もなく、今までは700円とあと500円とで1200円、あれば、僕が免許取ってしばらくしてからですね、普通の阪神高速、従来からある阪神高速は700円、でそこから延長された部分、神戸線であるとか、神戸線でも尼崎より向こうかな、高石料金所よりも南側、関西国際空港の方に向かう道に関して500円プラスと、いうことで、1200円で言ったね今、1700円でどこまででも行けていたということだったんですけども、それが一見値下げのように見えて、700円区間だけだった方にとっては930円と値上がったんですね。で今回どうもこれ値上げのような雰囲気、使う方にとってはよっては値下げになる方もいてるかもしれませんけども、その短い距離で阪神高速使うっていう方は、常用で使うって方はなかなかいないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうねこの阪神高速の料金体制って。阪和道、近畿道、ここも微妙な料金体制で、おるわけなんですけども、神戸方面に向かう際っていうのは阪神高速の方が従来安かったんですけど、それをその差を緩和しようかなというような目論見の内容の趣旨を書いてました。仕事中というか、今日は仕事の日なんで、隅々まで詳しく読んで熟読はしていませんけども、僕が毎日使っている区間を見てみたところ、何だったかな、結構な値上がり、200円近く値上がるような感じで表記されました。1日200円、片道ですね、片道で1日200円、往復で400円、20日出勤だとして1000円、結構な差になってきますよねこれ。で、
まあ利用させていただいている上で仕方がないっていうのも分かってはいるんですけども、まあ、このままだといつまでたっても原価は焼却せずどん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 増えていくのかなと、まあ、そもそも高速道路を原価が焼却すれば無料にしますよ、まあ、そんなことを謳ってた時代もあったようですけども、まあ、ただにせいとは言いませんけど、この値下げのような表記で実際利用者には値上げしているような、こういうちょっとずるい表現の仕方、まあ、一部の方にとっては値下げっていうのは確かに合ってるとは思うんですけども、まあ、それを全面的に出してどうなのっていうのは思いますね、はい。まあ、物価も上がっていろいろな値段が上がっていくっていうのも その辺は理解してますけども、ETC も ETC を普及するのにあたっていろいろ割引があったりしたとは思うんですけども、ある程度の数が普及して、料金所の人員も減らせ経費も削減できたところで、回収と、まあこのやり方が最初からそういうふうに、分かってはいますよ、分かってはいますけども、もう少しやり方他にないんかなっていつも思いますね。まあ、そんなん言うても使わなければ仕方がない、もう悲しい現実はありますけども、ああ悲しい。まあそんなこんなで、仕事帰りのいつもの阪神高速道路、今日は夕暮れ、非常にコントラストが出て綺麗な夕焼け空かな、もうそろそろ日は沈む時間だと思いますけども、空の青、夕焼けの赤い色、非常にコントラストが良くて、気持ちいいなと。帰る時間によっていろいろ見ましたか、この終わり込みというかこの走り方、今の前のクラウンですね、はい。でこのまま行くとどん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 あれ前の車間を詰めて、煽っていくと。もう今、まあ、今広角スーパービューにしてるんで、そこまで、距離感分からないかなとは思いますけども、この交通戦争ですわ、これが阪神高速通勤時間の、まあ、あんだけ、飛ばしてやんちゃくれな運転をしてもそこまで、時間変わらへんって、思うんですけどね。まあその空いてるところを、まあ、勝手に飛ばしてもらうのは構いませんけども、まああんだけ煽って、事故るリスクを高めながらまだ目の届く範囲にいてる、まあ、非常にもったいないな、いい車に乗ってるんだからもっとね、それでなくても目立つ車ってあると思うんです、特に高級車とか、まあ、改造車であるとか、目立つ車、まあ、他にもいろいろありますけども、目立つ車に乗るほど紳士的な乗り方にする方が逆にかっこいいなと、まあ、その船は速いのは分かっとるっていうことを常日頃言うんですけども、今、泉佐野で降りたんですかね、まあ、そんなこんなで、阪神高速の新料金体制、皆さんも一度ホームページで、確認されてみてはいかがでしょうか、はい。ということでまた、次の動画で、お会いしましょう。